です。そして、はい、どうも、ゆっぽんチャンネルのゆっぽんです。ひろとです。はい、お願いします。はい、大阪から、ありがとうございます。いやー、今どうだ。よかったっす。結構遠かった。いつもちょっとお世話になってるんで。いえいえ、こちらこそ。暑い中ね、大阪から来てくれて。はいはい。まあ、初コラボですよ。初コラボです。お願いします。お願いします。ということで、3人共通のね、話題というか、なんというか、はいはい、あるじゃないですか。そうですね。グローブですよ。そうです。僕より全然多く持ってる2人のね、ちょっとグローブを紹介してもらおうと思います。じゃあまずは、はい、1本なんかもうすでにめっちゃ持ってますよ。やば。まあ、今手元にあるのは3つなんですよ、はいはい、持ってきたの。まずこれですね、和牛 JD です。おお、使ってる人初めて見たかもしれない。あ、そうなんです。店舗では、店舗ではね、もちろん見たことあるけど、使ってる人見るのはちょっと僕初めて。あんまいないですね、うん、確かに。確かに使ってる人はあんまいないかもしれないですね、うん、結構学生とかは使ってる人多いんです。そうそうそう、臭い求人ってあんまり使ってる人いないか。全然見ない、臭い求人ないですね。なんか型の特徴とかあれば。これはまず、カバンが 004S って言って、あの JB の中で一番ちっちゃいサイズなんですね、うんうん、で、言ったら、まあ、JB って全体的に指長めなんですよ、うん、なんで、どちらかというとしっかり掴む方。へえ。だから、ちっちゃくて広いグラブなんですけども、どちらかというと掴みベース。はい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 、なんで、まあ、個人的には軟式にも向いてるのかなと思います。で、皮自体が、なんていうか、和牛って言ったら硬くて重いってイメージあるんですけど、そんなことなくて、めっちゃ柔らかいんですよね。最初触った時がめっちゃしっとりしてて、張りがあるんですけど、しっとりしてて柔らかい。馴染みがあるって言ったらいいのかな。そうですね、手馴染みが早いですね。すぐ手馴染みます。なんていうと軽いんですよね。こんだけしっかりしてるんですけど、めっちゃ軽いんですよ。なんで操作性もありますし、軟式にも負けないけど、軽いっていうのが売りだと思います。で、続いて、これですね。まあ、ついこの前買ったんですけども、ローリングさんの岡本和真選手モデルです。おい、来たー。新若大将モデル。そうですね、新若大将モデル。えぐ。まあ、これあの RGGC 限定の100個限定のやつではないんですけど、うん、普通のプロモデルなんですけど、まあ、HOH ってことで、はいはいはい、まあ、ローリングスの中では革はかなり、まあ、最高級、軟式最高級、軟式はではないんですけど、最高級ではないんですけど、あの普通にいいんです。あ、最高級じゃないんだ。軟式最高級プロエクセルです。へえー、全然知らねえよ、俺も。で、それだとなんか結構とりあえず3万以上。やば。トレイクセルは3万するけど、HOH が普通の HOH 2万前半で買えるんですよ。じゃあこれもプロモデルでそのぐらいですか。そうです、だから2万2000円で買いました。やば。で、でうわー、早く気づけばよかった。形が、あの岡本選手が実際に別のチャンネルで言ってた、はいはい、あの片付け方法を参考にやったんですけど、はいはいはい、こういう、まずこういう感じでそこひねって薬指をめちゃくちゃ中に入れるんですよ。もう岡本選手癖で結構やってると思うんですけど、守備のついてる時に結構癖でやってると思うんですけど、こういう感じでやって、ここに空間を作るんですね、はいはいはい、この薬指の下ぐらいに。で、ちょっとこっちを曲げてボックスっぽくなるんですよ。はい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 。で、こう薬指と親指で閉じるって感じにすると、岡本選手の方らしいんですよ。超ガッツリ型ってことですね。めちゃめちゃこれ指めっちゃ長いんですよ、全体的に。指めっちゃ長くて、はい、言ったらちっちゃめの外野手用の指の長さぐらいあるらしいんですよね、うん、でも大きさを感じないというか、はい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 、そこまで全体的に指は長めなんですけど、大きさはそこまで感じず、しっかりと掴めて使いやすいかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます、まあ、これは、おととい関東初めて来た日に大井さんにモンタナさんでいただいたやつなんですけど、優しい、これスラッカーの型番は分かんないんですけど、ちょっと、タグジスポーツさんで 2,3 年前に購入した店舗別注のグラブらしいです。はいはいはい。なんか色がクリームにブラック。 2,3 年前だったらスラッカーさんクリームか。そうですね、クリームにブラックに赤のヘリカーと紐とファミリーって感じですね。だから日本代表を彷彿とさせるようなカラーリングシーンですね。そうですね、当時のサマリジャパンのカラーみたいな感じがありますね、はいはいはい、で形としてはこのハートっていう折り返しの部分がここまでしかないんですよ。折り返しハーフなんで、こうやって浅く使いやすい。コンデコーチと同じぐらいの大きさかな、多分。そうですね、ちょっと若干大きめって感じです、うん、で、ハーフだともしかしたら元は H46 かな。そうですね、かもしれない。多分それぐらいですね。特徴的なのがウェブなんですよね。あんまりジョイントチェッカー付きのトンボウェブってあんま見ないじゃないですか、うん、だからこれすごいなと思って。だから浅いんですけどサードとか、ね、だからここもクロスロックされてるんで、クロス措置されてるんで強い打球にも負けないんで、うん、だから浅いんですけどサードとかにも全然使おうと思えば使えるのかなと。今後メインにしたいなと、メインのグローブにしたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。お宝かお宝ですね。ナイキの松坂大輔投手モデル。今年ね、もう引退発表しちゃったけど、僕ら世代のもう憧れた、みんな少年野球の時ピッチャーですよ、これ使ってたって感じ。そうです、ね、どこで手に入れたのこれ。メルカリで。安定のメルカリ。売ってるんだ。でもメルカリとかで売ってましたね。でも結構シグネチャーモデル、ここ最近さらに出回り始めましたね。ああ、なるほど。何だからシグネチャーモデルで人気だったら、あの城島選手モデルとか。ああ、結構出回ってたりするんですよ。特徴はウェブが松坂大輔投手の M になってるんで、うんうん、
ここは結構かっこいいのかなと思っております。こだわりの強い松坂投手のグローブなんでね。はい、いやもうしかもナイキなんて今じゃもう見れないんで。見れないですよね。すごいかっこいい。そうですね、マジで珍しいです。でこれ紐は自分で変えたんですか。いや多分出品者が変えてくれたの。あーなるほどなるほど。自分で渋いっす。黒にグレー、うん、なんかね本当にメジャーを経験した投手っぽいような確かにとしてるんで、はい、もうこれでねどん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 目立っていってください。はいはい、はい、ということで本日はユーポンチャンネルのお二人にグローブの紹介をしてもらいました。ね、もうグローブオタクなんでね二人ともね、ちょっとお金の使い方には気をつけてほしいところですが、はい、嘘嘘嘘絶賛金欠中です。まあでも欲しい時にちゃんとグローブとかちゃんとね、買えるんだったらどんどん買って、はい、どん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 配信して皆さんにね、いいグローブを紹介してあげてください、はい、皆さんもこんなグローブがいいと思ったらねぜひ今いろいろと情報を聞けたので、そういったところを参考にして皆さんご購入されてみてはいかがでしょうか。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、およいしょー。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。そうそう。でしかも僕あえてこれにしたのがカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したらそうです。 OK、 この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はいはいはい、登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。